皆様こんにちは。自民党総裁の安倍晋三でございます。皆様方には都道府県連の幹事長として、まさに地域の大黒柱として自由民主党を支えていただいていること、この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げたいと思います。今年はまさに統一地方選挙、参議院選挙、選挙の年であります。その一番最初の戦いであった山梨県の知事選挙、山梨県連の皆様、そちらですね、ありがとうございました。現職が再選する、しかも2期目の選挙、知事選挙、そう簡単には勝てない戦いであります。かつ、正直言って山梨県連、今までいろいろとこの保守がですね、分裂していたこともあった。でも今回はまさに自民党力を結集した県連と自民党本部が一体となって戦い抜いたおかげで、これはもう難しいと言われた選挙でありましたが、見事逆転して勝利を収め、幸先のいいスタートを切ることができました。山梨県連の皆さんの奮闘に皆さん拍手を送ろうではありませんか。現在国会の方におきましては、おかげさまで補正予算が成立をしました。そして今続いて本予算の議論が昨日からスタートしたところでございますが、予算の一日も早い成立こそが最大の経費対策である、こう思っています。国土強靭化もしっかりと進めていかなければならない、そのために全力を尽くしていきたい、こう考えています。今この予算委員会等でも大きな議論になっておりますが、機能統計におきまして長年にわたって不正な調査が行われてきたこと、そして長年にわたってこれを見抜けなかったことにつきまして責任を痛感しております。統計に対する信頼を回復するためにも徹底した検証を行い、そして再発防止全力を尽くしてまいります。確かにこの問題は大きな問題であります。しっかりと厳正に対処していく。でもこの問題と皆さん、いわゆる私たちが進めている経済政策、アベノミクスとは全然これ関係ない話であります。よく彼らは賃金が上がってないんじゃないかと、こんなことを批判をしていますね。と皆さん、賃金というのは上がっていくかどうか、4月に向けて労使が交渉して、そこでどれぐらい賃上げをしていくか、どれぐらいベースアップをしていくかということを1年に1回決めるんですよね。ですから私たちはこれによってどれぐらい給与が上がったか、賃金が上がったかということを発表しています。しかし毎月勤労統計というのはこれと少し性格が違うんです。事業所ごとの人件費の総額を働いている人の総数で割った額でありますから、例えばですから毎月毎月違いが出てくるんですね。だって賃金上げるかどうかって4月の交渉で決めますよね。で1年間毎月毎月交渉しませんから。でなぜ変わってくるかというと、これは今言ったように人件費の総額を人数で割ったものですから、一番年齢の高い人が誕生日が来る、定年になる、この人が一番多くの給料を回っていたとすると、この人が辞めれば平均賃金は下がります。じゃあもらっていた人の給料が下がったのといえば、そんなことは実はないんですね。ですから例えば仕事が忙しくなる、20万円、従業員が2人で40万円ずつの給料をもらっている、これは平均は当然40万円です。人件費80万円で2で割るから40万円、でも忙しいですね、少し仕事がということで新たに2人の人を雇う、でもこれは月金ではないから、で事実はパートですから20万円の給料を払う、そうすると40万円と40万円を足して80に20足すと合計120万円ですね。でこれを4で割ったら平均はいくらですか。これ30万円。そうなると40万円から30万円減ったと出てしまう。でこれ賃金の動向とは違いますよね。20万円もらった人はその前の月を働いてないんですから、ゼロですよ。でもゼロの人はこの毎月勤労統計には入ってこないんですよ。ですからゼロの人が20万円に増えた、あとの人たちは変わらないにもかかわらず低く出るというのはこの統計の特徴なんです。
ですから例えば、まあ、夫婦でも同じことが起こります。 AB さん、 A さんと B さんの夫婦で A さんしか働いてない、この人が40万円だった。で B さんがで働き始めた。で働き始めたら少ないと、給料はそんなに多くもらえませんから20万円、そう60万円。 AB 家の家の収入は60万円ですが、 AB 家の人口統計的に平均するとこれ30万円になっちゃうということであります。まあ、ですから私たちは家の収入あるいは国民みんなの所得である総雇用者所得でいつも経済の実態はこうだということを申し上げているわけであります。昨日の日経新聞に載りましたエコノミストの見方も大体同じ見方で、ありました。この5年間連続して今世紀に入って最も高い水準の賃上げが行われているわけであります。まあ、これはまさに連合の皆さんが発表している数字であります。そして昨年の冬のボーナスはこれは経団連ですが93万円、これ過去最高値になっているということでありますし、なんといっても一番大切なのは雇用です。仕事したいという人に仕事があるか、高校大学卒業した若い皆さんに仕事があるかないか、これが一番皆さん大切なんですよ。かつて仕事がなかった人たち、まさに就職氷河期の人たちは人生によるこの収入というのは大きく減ってしまうわけであります。去年の12月1日の時点の大卒者の就職内定率はこれ過去最高になっているわけであります。そしてさらにそうした動きをしっかりと地域に地方に地方創生を進めていくことが私たちの最大の使命なんだろうとこう思っています。まあ、その中で地域を守る一つの大きな産業である農林水産業について言えば、農業の生産農業所得がこの3年間連続で増えました。この3年間9000億円増えて19年間で最も高い水準になっている。また農林水産物の輸出額も6年連続で過去最高となり、昨年は9000億円、1兆円の目標も見えてまいりました。さらにこの水産業については3000億円を上回る予算で浜の皆さんの生産性向上をしっかりと我々支援していく。そして中小企業小規模事業者の皆さんの力こそ地域の活力であります。皆さんが取り組んでいく生産性向上、さまざまなメニューで後押しをしていきたいと考えています。そういう中で地方に仕事を作って、今地方に間違いなく仕事が生まれています。一人の求職者に対してどれぐらい仕事があるかを示す指数である有効求人倍率47、すべての都道府県で1倍を超えました。政権交代前一体どれぐらいの都道府県で1倍を超えていた、たった8つですよ、たった8つだった。それが今47、すべてこれは史上初めてのことであります。多くのほとんどの県で法人関係税収は4割から5割増えて、まあ、これはもう皆さん専門家ですからご承知のように4割から5割この6年間で増えているわけであります。この流れをしっかりとしたものにしていくためには選挙で勝ち抜いていくことが求められている、こう思っております。外交におきましても、まあ、先月モスクワを訪問しプーチン大統領と首脳会談を行いました。70年以上解決されていない課題ですから、もとより容易な問題ではありませんが、私とプーチン大統領の間で必ずや収拾を打つとの決意で交渉を進めていく決意でございます。また拉致問題の解決、ミサイル問題、核問題、米朝首脳会談2回目の会談が行われることが予定されておりますが、私もトランプ大統領と電話会談を行い、日本の立場、拉致問題の重要性をしっかりとトランプ大統領に伝えていきたい。この2回目の首脳会談を生かして核問題、ミサイル問題、そして何よりも大切な拉致問題の解決につなげていきたい。もちろんこの問題については、拉致問題についてはあらゆるチャンスを逃さないとの決意で、私自身が金正恩委員長と向き合い解決をしていかなければならないと決意をしているところでございます。まあ、こうした戦後外交の総決算に今年1年取り組んでいく決意であります。今年は歴史的な行為の継承が行われる、そして
日本で初めて G20 サミット、ラグビーのワールドカップが開催されます。来年は皆さん、いよいよ東京オリンピック、パラリンピックです。そして2025年には大阪で、大阪・関西万博が開催されます。この中において、やっぱり戦後、ずっと一貫して政治の背骨を担ってきた自由民主党こそが、こうした新たな時代に向かってですね、責任を果たして、結果を出していかなければならないと、こう思っております。そのためにも皆さん、統一地方選挙、そして参議院選挙、勝ち抜いていこうではありませんか。皆さん方の力強いご支援のほど、ここからお願い申し上げまして、私のご挨拶をさせていただきたいと思います。どうぞ皆様よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。